どうもアガポニです。今回は位牌の使い方についてです。位牌というのははぐれ狼の位牌とか民兵のスケルトンの位牌とかいろんな種類があるんですが、効果としては味方として一緒に戦ってくれる霊体を召喚するためのアイテムになってます。で、召喚条件を満たしていれば何度でも使うことができて、うまく利用すれば有利な戦い方ができるので、使える時はどんどん使っていくのがいいかと思います。というわけで早速その使い方について見ていきましょう。はい、まず位牌が使えるようになるには霊呼びの鈴という貴重品に分類されるアイテムを手に入れる必要があります。で、その鈴がどこで手に入るのかというと、エレの教会にいる魔女レナからもらえます。エレの教会はマップで言うとここですが、一応ねスタート地点からの行き方を紹介しておこうと思います。ここですね。ただ単に来ただけではレナとは出会えなくて、出現条件があります。その条件は3つあって、1つ目メリナから霊馬の指笛をもらっている、2つ目時間帯が夜、3つ目エレの教会にファストトラベルというものですね。まず1つ目のメリナに関しては、合計3箇所の祝福場所で休むことで出会えて、その時に霊馬の指笛はもらえます。あとは時間帯が夜の状態でファストトラベル操作をするだけになりますね。歩いたりね、霊馬に乗ってきた場合でも一度ファストトラベルする必要があります。するとこんな感じでレナが出てきます。で、会話をするとですね、霊馬を呼んでいるかという質問をしてくるので、呼んでいると答えることで霊呼びの鈴をもらうことができます。ちなみにですが、この鈴自体は貴重品アイテムに分類されるので、インベントリ内では貴重品項目に格納されます。で、実際に霊体を召喚するには位牌という別のアイテムを使う必要があります。レナからはね、霊呼びの鈴をもらった時に一緒にはぐれ狼の位牌というアイテムをもらっているので、これがその一つですね。で、位牌は装備しないと使えないので、メニュー画面装備下側の使用アイテム欄の空白のところを選択して、はぐれ狼の位牌をセットですね。これで十字キー下で位牌を選択して、四角ボタンを押せば FP を消費して使うことができるようになります。ただ召喚攻撃として使える場所が決まっています。使えるかどうかの判断は画面左側を見ることで確認できるようになってます。画面左側に何も出ていない場合は使えない状態で、こんな感じでアイコンが表示されている場合は使える場所になってます。実際に使ってみるとこんな感じですね。呼び出す瞬間は隙ができるので注意が必要になってます。で、はぐれ狼の位牌は3匹の狼が現れて敵を攻撃してくれます。雑魚敵程度なら自動で倒してくれますね。敵のターゲットも取ってくれるので、背後から致命の一撃を入れるなんてこともできたりします。ちなみにですが、北東の方にある呼び水の村にいる中ボスティビアの船を倒すと民兵のスケルトンの位牌が手に入ります。これもね、2体の霊体を召喚できて、かつターゲットを取ってくれます。加えてこの位牌の強いところが、体力がねゼロになっても複数回復活するという特徴がある点ですね。これ今2体ともやられましたね。で、しばらく様子を見ていると、こんな感じで復活してまた戦ってくれます。これ序盤はねかなり使えると思うので、まだ取っていない方は先に取っておくといいかと思います。
またね、2回目やられてしまいましたけど、これも様子を見ていると1体目はもう復活しましたね。で、2体目も復活すると。攻撃力自体はね、そんなに高くはないんですが、敵のターゲットを長い間取ってくれるという点が大きいので、状況によっては使えるかと思います。一応ね、サクッと呼び水の村までの行き方も載せておこうと思います。まずはこのアギール湖北の祝福からスタートですね。まずは光の大木の方面に移動して、でこの風が巻き上がっているところで乗馬したままジャンプですね。でこの建物が見える方向に移動して、しばらくまっすぐですね。でここは正面高さがあるので右から降ります。でここ降りると、でそのまま右ですね。でまたしばらくまっすぐ行きます。でここに祝福がありますが、この先が呼び水の村になってます。でこの村の中にいる船に乗ったバーさんの敵を倒せば、民兵のスケルトンの位牌が手に入ります。この敵はね、スケルトンの雑魚敵を量産してくるという厄介な点がありますが、本人自体はそんなに強くないので、馬に乗りながらね、攻撃しているだけで倒せるかと思います。最後になりますが、もしね、位牌が使えない場合、この場合は霊呼びの鈴を持っていない、使える場所じゃない、 FP 不足といったことが考えられるので、このあたりの確認をした方がいいですね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。